階段登ってきてるの？多分な。さあ、帰りましょう。帰りましょう。なんかでもなんか後ろから行く感じ聞かれてんだよな。今日もなんかあの六角堂の方はいます？うん、六角堂はあそこのシャッターに映るけど、やっぱし秒数的に映らない。あの上の小窓みたいなところ？小窓じゃないやろあれ。小窓になったのかな。なんかそういうあれじゃないの？うん、違うんだね。マットじゃねえのこれ。家紋っていうかそういうなんか飾りか。違う、あの閉まったりするやつだね。換気用のダクト的なあれか。これか。ねえ、な、カメラ、なんか映してる、なんか映してる。ああ、記事にあったやつだな。ネット記事参照のやつ。なんか、なんていうの、灯籠みたいなやつが、なんていうの、予備みたいなのが置いてあるっす。光が入らない。一応撮ってこ。え、光が真っ暗。ライトじゃん。よし、映りません。なんか不吉な予感がする。今ここを撮った時点で。すみませんでした。すみませんでした。お騒がせしました。お騒がせしました。失礼いたしました。よし。撤退じゃ、撤退じゃ。この階段も割とすごいんです。まあ、中途半端だよな。違う違う違う、心霊的に。ここが一番上がやべえと思って。もうダメだ。なるほどな。仕事終わりに来るとこういうダメージがワンチャンあるんだ。ワンチャンこのダメージが嫌なんだ俺。霊感使った弊害なんですかね。ああ、疲れたの。ああ、この珍しいな。そのポジション俺じゃない。腰がね、もういただくなる。これがメリットでありデメリット。まあ、その分なんていうの、成果はちゃんとあるから。痛くなった分は。何回俺の体を通り抜けたんだよ。見ましてらっしゃる。すげえ、もうここら辺がもういただりんだ。それは俺の体も何体か釣り抜けてるの。釣り抜けとるね。ギャース、そのせいじゃない。その俺らが喋らんのが。全部読み取ろうとするとさ、体抜けてくれって読み取ろうとするじゃない。ないな。でもここにまつわるようなし、なんか幽霊かな。うん、いないんだけどな。え、完全になんかその流れ着いた人たちって感じ。流れ着いたっていう、そもそもここ昔なんかあったんじゃないの。昔なんかあったんじゃないんだ。もっとこれは調べる記事が増えた。そうですね。いや、
今日はお塩いる感じです。おいる、取っといて。今日絶対いるやろ。今日絶対いるやろ。死ぬぞ。ああ。お塩が残りわずかです。食卓塩が。大丈夫大丈夫、これでちゃんと守られてるから俺らは。守られとるんかな。そう思っとる。はい。食卓しゅ。今時ねえぞ、こんなことやってるアホ。なんていうか、外側から見る分にはお清め効果ゼロですからね。大丈夫かって。